えー、マジの迷惑行為にあっていてまず音声をね聞いてもらおうかなと思います、えー、分かりますでしょうかこれ壁の中をですね走り回っている何かの音なんですが朝の5時半ですねマジでビビって目を覚ましました でその後ですね壁の中にいるやつの正体すぐに分かりました何の種類かは分かりませんが鳥ですねでこれカメラ急いで撮っちゃったんで真っ暗続いてるんだけどもうちょいでね明るくなると思うんでちょっと待ってくださいもう本当にねこの音がね部屋中に走り回る音が床と横の壁からね今の走る音がずーっと 聞こえてきてきこれ横の今壁なんだけどまさかねこんなことになるとはねゴールデンウィーク最終日最悪よで一応いつも頼んでる何でものおっちゃんにどうすればいいのかっていうのを確認してみたところどううししようもないですって言われましたねこの鳥がいるであろう屋根裏に行くには3か所屋根裏があるんだけどその3か所とも断熱材とか壁を破壊しないと通れない。まあ、だからこの鳥が 自分から逃げていくのを待つしかないっていう風にね言われましたまあこの壁直接ぶっ壊してどっか一部だけね壊して開けるみたいなのも考えたんだけどこんだけ床やら壁やら走り回ってると難しいって言われましたねで壁の中走りまくってんのがつつきまくってんのが知らないけどなんかチョークの白い粉みたいなのがすごい出てくんだよねじゃこの動画見てる人でもし自分も同じ経験したことがあって こういう方法あるよみたいなコメントあったらぜひね書き込んでほしいなと思いますまあ壁の厚さだったりね家の構造とかもう家によって全然違うと思うからアドバイスもクソもないかもしんないけどもし何かねこれいいんじゃないみたいなあったらまぜひコメントねお願いしたいなと思いますもう何度もあのおっちゃんが言うには自分の時もそうだったらしいんだけど本当にもういなくなるのを待つか まあちょっと残酷だけどもう一方の待つかっていうもうねこの調子でねずっと泣き始めたら泣いてんのよねもう鳥飼ってんのかなと思ったよねこの鳥の種類は何なんでしょうかね泣き声だけで分かる人いますかねまあそんなわけで鳥早く出てってね